横にいるから、これ離れて L 字で前向きます。ダブルダッチ。ロールで入っていって。いいのだったー。 OK。 これやってください。あ、そうそう、しましょう。いきます。で、これめちゃくちゃ重要です。今教えるのはめちゃくちゃ重要、めちゃめちゃ使えます。まずここは前もやったよね。離れて前向きます。向いたら OK、 相手の後ろにボールを持ってってください。そのために右足のロールを入れる。離れる、前出す、相手の後ろに入る。 OK。 今これ相手の後ろ入ったね。入った。そうで、最後こっちにボール持ってってマウスセンター。 OK。 分かりました。で、これ何が重要なのかと言いますとですね、ロール。そう、ロールで相手の後ろに入る。入らなかったらボール持ってる人と持ってない人どっちが足速い？持ってない。持ってない人の方が速いよね。分かんないけどね。それ、あ、持ってない人の方が速い。じゃあ相手の走るコースに入らないとボールは取られ可能性あるよね。っていうのを防ぐために、相手の走ってくるコースに入っていく。 OK。これで後ろから押されたらファールになるよね。もういい、 OK です。で、ここはちょっと左側にドリブルしてって相手を動かして、最後行きたいところを開けとく。で、空いたスペースにマルフィルシャ。分かりました。はい。じゃあお手本。はい、ありがとうございます。はい、ボールだ。はい、絶対とは。はい、ほらお手本あるじゃん。素晴らしい、拍手。ぐーっと拍手、実は拍手、実は、はい、じゃあ書いていきましょう。